はい、山下ですけど。あ、もしもし、ばあちゃん、俺やけど。はあ、どなたでしょう。あの、俺だよ、俺。声でわかるでしょ。ほら、孫の。はあ、たかちゃんかい。ずいぶんと久しぶりだね。そうそう、俺だよ、久しぶり。電話くれてありがとね。元気そうでよかったよ。それでどうかしたのかい。 あのさ、実はバイクで事故っちゃってさ。あら、怪我はしてないかい。俺は大丈夫なんだけど、実は相手の車にぶつけちゃって。怪我がないならよかったよ。それでお金が必要なんだよね。いくら必要なんだい。100万円。わかったよ、後で振り込んでおくからね。それよりもタカちゃん、少し世間話しておくれよ。最近連絡がないんで気になってたんだよ。そのちょっと忙しくてさ、電話かけようとは思ってたんだけど。おばあちゃんね、またタカちゃんとお話がしたいなって思って、毎日タカちゃんのお墓に話しかけてたんだよ。ちゃんと聞いてくれてたんだね。だからタカちゃんから話しかけてくれて、おばあちゃんすごく嬉しいよ。ごめんなさい、俺。なんで謝るんだい。感謝してるよ。ありがとね。いろいろ大変だと思うけど、いつかきっといいことあるから頑張るんだよ。うん、ありがとう、おばあちゃん。またかけておいでで。Thank you.